が散るんだよね。そこで見てられると。そういうことじゃなくて、飛び降りるんでしょ。生きてやらないぞ。成功率って何パーセントかご存知ですか？さあ、10% なんですってね。あとの 90% は失敗しているそうですよ。自分の意志の強さ次第ってことじゃないの？人間っていうものはどんなに死のうと思っても心のどこかで生きたいと願ってるもんじゃないんですかね。17時47分になりました。借金で首が回らない多重債務者の皆様、ようこそ。
8組
に不運を押し付けられたんださ。今度こそ自分たちで運をしっかりつかもう。そして不運を誰かに押し付ければいい。お互い殺し合うことなんかないよ。生きるか死ぬか、それを決める運だよ。バカバカしい、バカバカしいもんだよ。人生はなあ、ちょっとした運に左右されて、それまでの努力はみんななかったことにされるんだ。不公平なもんだよ人生は。でもそれが人生ってもんじゃないか。さあ、人生の敗者復活戦に参加するの。この契約書にサインしろ。先輩、やばいですよ。
あちゃんから人の連帯保証人にだけはなるなって言われてたんですけどね。人の借金背負っちゃったパターンか。はい、僕マスミ太一です。あ、僕は下英二。まあ僕の借金は自業自得だな。姉さん、妹の病気治らないよ。シャトルさん、病気なんだの。お姉ちゃんって言ってなかったっけ。お姉ちゃんもそう、妹も病気。お金もないし、社長さんじゃないし。ですね、僕が言うよ。お金がないと生きていけないの。マスミ、もう貸してくれるとこないよ。知り合いのローン会社、もっと貸してくれるって言ってたよ。ジャスミン、ジャスミン。そっか、親が作った借金はつらいね。手つけたらいけねえってことが
今さら分かったのか。こら鉄人。はい。稲葉連れて回収してこい。持ってこなかったらお前も海に沈めるぞ。で、沈められずに済んだわけだ。な、俺は逃げたけどね。でも私の勝手に飲まないでよ。あんたはどう？何も面白い話はないわよ。普通よ。好きな金額入れればいい。借用書は？金は貸すもんではなくやるもんだ。ありがとうございます。お前への投資だ。もう後悔してます。ここに来たことに。生きてるだけで金はかかるからさ、返せないくらいに。まだ時間はありますよ。もう少しお部屋でお休みになったらいかがですか。こんなわけのわからないところに連れてこられて、生命保険の契約書まで書かされてんだ。あんただったら落ち着いてられるか。なんだ、ここで起きることについていろいろ知ってんじゃないのか。それはまあいろいろ会長から話は聞いてますけど。どういうことのこと。それは皆さんのことですよ。俺たちのこと。はい。例えば大田原さんがなぜ莫大な借金を背負うことになったか。おい、今のことなんで曲がんねんだよ。もう人口なんで。やめんじゃないぞ、客だぞ。じゃあ料金結構なんで置いてください。俺らとなんだよ。乗車が落ちた。こらおい、俺は誰が見てるんだよ。されてクリニックの方は破綻、社会的な制裁は十分受けているというのに、賠償をめぐる民事の裁判まだ続いてるんでしょ。そんなことはいいね。それよりあんた、俺どこまでか。俺もバカじゃねえんだよ。みんな生命保険の契約書にサインをして、誰かが死んだらその保険金が還元されるんだろう。だったら俺は最後まで生き残ってみんなの保険金を総取りしようと思って。あんたには俺の力になってほしいんだよ。どうやったら最後まで生き残れるか。総取りした保険金はあんたと俺で山分けってのだ。辛い嫌いですね。でも私があなたにどう協力しようとどうにもならないと思うんですよ。なんで？だって皆さんにやっていただくのは9時ですから。9時？はい。8人公平に9時を引いてもらって1人ずつドボンしていくだけですから。でもその当たりとか外れとか見分け方わかるじゃない。いや、それが9時の方法が毎回変わるんですって。どうにもあのズルがしにくい仕組みになってんですよ。ふざけんなよ。なんで俺たちの命がくじ引きで決まるんだ。もし納得いかないとおっしゃるんでしたら、
うぞ出て行ってください。ここから
ください。ていうかカップ麺かよ、なぜ私一人で皆様の面倒を見るように仰せつかっておるのでございますか。どっちにしろ今すぐにでも体がしびれてきそうで何も喉を通りませんよ。どれぐらいで効果が出てくるんですか。ああはい、それはやっぱり個人差があるみたいですね。それは安全なのよ。動水の方は安全でございますからご安心くださいませ。どうぞどうぞ。はい、手がちょっと滑っただけだった。一つお聞きしてもいいですか。ああもちろんですよ、どうぞ。ここで今誰かが死にますよね。その遺体はどうするんですか。司法解剖したら毒殺だってわかるじゃないですか。はい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 、いい質問ですね。私も同じこと思いました。ですから会長に、いやじゃないミスター X に聞いてみたんですけどね、失踪届を出して7年待つそうです。で、生死不明のまま7年待ちますと失踪宣言認められましてね、それで保険会社の方から保険金が下りるそうですよ。じゃあ警察に捜査される心配はないってことですか。全くありませんのでどうぞご安心ください。はい、我々が受け取る分配金も7年後になるということですか。その7年後の保険金を会長が立て替えてくださるというわけですよ。ですから今回の場合は皆さんキャッシュを抱きしめてお帰りになれるわけです。海外保険の方が、海外保険の方が、
Thank you.